凝固とは、物理、化学で液体が固体になるプロセスのこと、相転移の一つ、誘拐と反対の意味を示す。また、凝固が起こる温度を凝固点と呼ぶ。水の場合は氷結という言い方の方が一般的である。純粋に温度変化によって固体に変化することを凍結という、ヘリウムを除くすべての液体が凍結することが知られており、 絶対0度下でも凍結しないものは高圧をかけなければ凍結しない。多くの物体では凝固点という点が同じ温度であるが、物によっては差が生じ、寒天は85度で溶け出し、40度から31度で固まる。化学変化によってコロイド溶液がゲル化するなどして固化することや、タンパク質のコロイド溶液が凝集したり、熱変性によって固まることなども、 凝固と呼ばれる。揚げ油を排気のために、ゲル化剤を用いて個体にすることや、牛乳にレモンを入れるとタンパク質が沈殿することが、このことに当たる。凝固点で温度が保たれる、様子多くの液体は、同質の液体から結晶性個体を形成、結晶化し凝固する。これは、熱力学第一法則の相転位であり、熱伝導性の悪い空気によって断熱された。 閉じた系において固体と液体が共存して存在する場合固体になるときに放出される凝固熱によって凝固点で温度が一定に保たれる完全に固体小のみになると再び系の温度は低下していく結晶化は主に核形成と結晶成長の二つの過程からなる核形成は数ナノメートル程度の大きさのクラスターを作る段階である 結晶成長は、核形成後の核から結晶が成長していく段階である。加冷却固化が起きると温度が、凝固点で一定になる熱力学の第二法則にも、かかわらず、純粋な液体の結晶化には、均質核生成の高い活性化エネルギーを超える必要があるため、一度凝固点より低い温度になる。これを加冷却と呼ぶ。この状態は、 固体と液体との境界面の構造である。外部の温度が低いと、中心となる部分のエネルギーを外部に解放するだけの表面エネルギーをまかないず凝結は前進しなくなる。この場合安定凝結になるためには十分なエネルギーを供給できるほど低温であるか、外部からの刺激要因がないと凝固が始まらない。それらの要因として、固体、不純気体、固体の結晶構え、 その他の凝縮のようなものの表面での不規則の存在によって雑多な凝縮が起こるかもしれず何らかのエネルギーが解放され部分的な境界面の破壊が起こるとそこから表面エネルギーを得て加冷却が起こる点は融解点に近くなる。水の標準気圧での融解点は摂氏0度付近であり一般的には凝固点もそれに非常に近い しかし各生成されてない水では低摂氏40度付近までは加冷却させられる。高気圧下では低摂氏70度付近まで加冷却が可能である。ガラスやグリセロールなどの一定の物質は結晶化なしに硬質化する。これをガラス化と呼び、このようなプロセスで生成される物体は飛翔質個体と呼ばれる。無定型の物体は ポリマー物体と同様にうまく凝固点で凝固できず、特定の温度で急激に変化することはない。その代わり有点付近の温度範囲で、粘弾性の特徴である、緩やかな変質を行う。これらの物体は、ガラス転移点で特徴を付けられ、変異点に不がなく緩やかな絵筋を描く。ありがとうございます。